ローランド・ハナはアメリカ合衆国のジャズピアニスト、作曲家、教師である。ハナは11歳からクラシックピアノを学んでいたが、友人のピアニストであるトミー・フラナガンから教えられたジャズに強い関心を持っていた。この関心は1950年から1952年にかけて兵役についた後、さらに高まっていった。 1953年にイーストマン音楽学校で短期間勉強し、2年後にニューヨークへ引っ越してジュリアード音楽院に入学した。1950年代にベニーグッドマンやチャールズ・ミンガスを含む幾人かの有名人たちと仕事をしつつ、1960年に卒業を迎えた。1963年から1966年の間、花は自分のトリオを弾き、 1966年から1974年までサド・ジョーンズ・メル・ルイス・オーケストラの正メンバーとなった。ハナはまた1972年にこのオーケストラでソビエト連邦をツアーした。1970年代にはニューヨーク・ジャズ・カルテットのメンバーを務めている。ローランド・ハナは1980年代のほとんどを半引退していたが、サラ・ボーンの1982年のアルバム、 彼派の曲、シーズンズを書き、ピアノを弾いており、10年を経た後に、音楽界へと戻ってきた。1980年代後半から1990年代初頭に、かけて、花は、リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラと、スミソニアン・ジャズ・マスター・ワークス・オーケストラのメンバーを務めている。この頃、彼は、室内楽とオーケストラ音楽の作曲もするようになった。また、 彼が書いたバレエが上演された。1970年、花はリベリアのウィリアム・タブマン大統領から教育のための資金を調達すべく国内で演奏したコンサートが認められ名誉騎士の称号を授与された。それからの花はしばしばサウローランド花として知られる存在となった。花はニューヨークのフラッシングにあるニューヨーク市立大学クイーンズ校の アーロン・コープランド音楽学校でジャズの教授を務め他のいくつかの音楽学校でも教弁をとっていた。彼はニュージャージー州ティーネックの居住生活者であった。2002年11月13日、ニュージャージー州発見サックにて心臓のウイルス感染により亡くなった。ありがとうございます。